お客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。さあ、ここからはいつもの大さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはですね、時短簡単手間いらずというレシピでお送りしています。今日はこちらを教えていただきます。アサリの紹興酒風味蒸しと豚しゃぶうま辛丼です。今日は2品教えていただけるんですね。はい、大さん、時短簡単手間いらずというレシピなんですけど、うんうん、時短でいうとどのくらいの目標時間ですか？目標、まあ、10分もあればできると思いますけど。10分で2品できますか？多分ですか。だからもうここまでで大さんの表情にすでに疲れが見えますね。もしかしたら11分かも。11分かもしれない。わかりました。ぜひ皆さん楽しみにされていてください。それでは早速クッキングスタートです。はい、それではまずアサリですけども、はいはい、こちら砂抜きをして準備してあります。はい、では 400g です。はい、こちらを、耐熱の容器に入れて、はい、さらにしっかりとキッチンペーパーで水分を拭き取ってやります。はい、でしっかり水分を取るわけですね。はい、はい、そしたらまあちょっと平らにしてありますね。はい、今このように平らに入れてあります。はい、でここに、はい、ニンニクの薄切り、はい、これを散らしていきます。はい、ニンニクは一かけです。はい、もう薄切りにした状態でまぶすんですね。はい、で鷹の爪半分に切って種を取ってあります。はい、赤唐辛子ですね。はい、はい、で八角です。八角も2つ乗せてやります。はい、はい、でボウルにちょっとタレを合わせます。あ、もうじゃあここで味付けしていくみたいな。そうですね、はい、はい、ボウルにまず砂糖が入ります。はい、小さじ2です。はい、で醤油です。大さじ1強。はい、で黒酢です。はい、黒酢は小さじ1です。はい、で紹興酒です。紹興酒大さじ3。はい、入れたら混ぜてやります。はい、直接アサリにかけていってもいいんですけど、まあ、砂糖がちょっと溶けづらいので、ここで一回砂糖を溶かすために調味料を混ぜてあげて、でここにも上にザーッとかけてやります。あ、日本酒の酒蒸しと違いますね。香りも違いますよね。はい、角も入ってし、はい、でこちらを蓋をずらした状態で電子レンジ600ワットで7分加熱します。はい、蓋をずらした状態で電子レンジ600ワットで7分、はい、レンジでできるんですね。はい、その間にじゃあ他の作業ができるから本当に時短簡単になりますね。そうですよね。そうですね、はい、ね、よいしょ。蓋ずらすんですよ、カムラ。はい、大丈夫です。ずらしてます。カムラさん割とかっちりやりたいと思います。冷たくなっちゃうタイプ。すいません、7分。はい、お待たせしました。さあ、はい、あと8分です。大さん、あと8分ですね。はい、もうでもアサリは酒蒸しは、いや、もうとりあえず入ったんで大丈夫なんです。大丈夫なんですけど、次はタレを合わせていくんですけども、はい、はい、はいはい、あ、ボウルが入りますね。豚肉のうま辛丼、はい、そうですね、豚肉のうま辛丼、この間に作っていくんですが、はい、じゃあボウルにタレ入れていきます。はい、タレから作っていきます。はい、まずおろしニンニクです。一かけ分です。はい、で、かば焼きのタレです。おお、大さじ 1.5。 はい、で、醤油です。醤油は小さじ1です。はい、で、砂糖です。砂糖も醤油と同量、小さじ1。はい、入れたらよく混ぜてやります。はい、はい、こちら、お、かば焼きのタレが入るんですね。はい、これが楽技になります。はい、はい、かば焼きのタレを使うことで簡単に旨味のあるソースができます。あと7分です。あと7分。はい、はい、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫そうです。はい、でじゃあ続いて豚肉に火を入れていきます。はい、はい、豚肉、しゃぶしゃぶ用の肉ですね。こちらを使います。はい、150g です。はい、これをじゃあたっぷりのお湯でボイルしていきます。もうほぐしながらもう火が通ればそれでいいので、はい、さっとボイルしていきます。でも一瞬でね、色が変わりますよね。そうですね、うん、わー、柔らかそう。ふわっとしてますね。はい、ロースですか？今日は肩ロースですね。肩ロース、薄切り、しゃぶしゃぶ用、
はい、じゃあ火が通りましたので取り出します。はい、はい、柔らかさ伝わりますね。そうですね、これだけでもごまだれとかで食べたいですよね。あ、いいですね。はい、はい、そしたらまあキッチンペーパーでこちらもしっかりと水分を取ってやります。はい、はい、でもうすぐできるんでちょっとご飯入れといてもらってもいいですか。わかりました、うん、もうできるんですね。もうすぐできます。もうできちゃうんですね、はい、じゃあこっちに、はい、じゃあこちら豚肉の方に味を入れていきます。はい、はい、先ほど作ったタレを、はい、大さじ2程度入れてやります。はい、こちらうまあざです、はい、うん、はい、豚肉がまだ熱いうちにタレと合わせることによって、しっかりとこう豚肉に味が入って美味しくなります。はい、今日のこのタレ本当にうま辛っていう言葉がぴったりなんですよね。そうですよね、うまさと辛さがしっかり、はい、でこれでしっかりとまず味が入りました。はい、はい、よいしょ。じゃあご飯が入りましたので盛り付けていきます。はい、はい、ご飯の上に今日は貝割れ、はい、貝割れ散らしてやります。はい、でカットレタス、はい、ここでカットレタス、まあサラダ何でも大丈夫です。はい、緑がたくさんですね。はい、乗せてあげて、はい、その上から先ほどの豚肉を乗せます。はい、よいしょ。タレが絡まるとやっぱいい色になりますね。いいですね。うん、はい、でさらに上からタレをかけてあげて、追いだれ、はい、でラー油お好みでかけてやります。はい、ラー油がいいですね。いいですね。はい、アクセントです。はい、これでできました。はい、で、レンジの方を見て、もうこれできましたか？これ一つできました。本当ですか？でも、はい、考えてみたらそういえば今日包丁とかまな板とか使ってないですか？今日は包丁、まな板、中華鍋持ってきてないんで僕は不安でいっぱいです。でももう一つできてしまったんですけど、はい、酒蒸しがですねあと2分50秒電子レンジ残ってるんですけど、大さん、あと一品何か作っていただく？あと一品？できますか？もう一品？はい、簡単なものしかできないですよ。簡単なものでも、じゃあ例えばキュウリあればキュウリの和え物とかだったらすぐできます。キュウリありますか？キュウリ、キュウリそんな簡単にないでしょ。借り物競争みたいになってますけど、キュウリ、大さんにコメンテーターをお願いしておいて3品も作ってもらうんですか？大さんごめんなさい、ちょっと2分50秒結構残ってるなと思って、まあ、これがチーンってなるまではね。そうです、確かにね。はい、あ、来た、大さんキュウリ来ました。こんな生活感たっぷりの、すごいすごい、あった、はい、1本半ですね。1本半明らかに使いかけ、はい、じゃあちょっと作りますね。じゃあね、あ、いいですか？まな板、すいません、まな板出して、はい、すみません、大さん、で1本使いますね。1本使う、はい。今日僕包丁持ってきてないんですけど、どっかありますかね、包丁。どっか包丁、うん、そこあります。中華包丁ないした。確かに中華包丁じゃないんですが、大さん普通の包丁でいいですか？あ、とつるしかないんだったらしょうがないです。大丈夫、中華はないですね。あれちょっとじゃあビニール袋で和え物作っていきますね、はい、ビニール袋あったんで。調味料とか、あ、調味料がない。調味料は、ね、何使いましょう？ラー油ならあります。ラー油、うん、砂糖、お酢、醤油。砂糖、お酢、醤油、ごま油とかあればいいですね。ごま油、砂糖、お酢、醤油、ごま油です。いいですね。いつからこういう言ったら出てくるみたいなシステムになったんですかね。あ、白ネギがあったって。あ、いいですね、白ネギ使いましょう。白ネギ入りました。大さん白ネギって言ってないけど、明らかには白ネギが余ったから持ってきました。で、キュウリまだ1分ありますね。じゃあキュウリ一口大に切りました、はい、袋に入れます。薄切り。うわ、中華包丁じゃないから1回にいっぱい持てないですね、これじゃね。いつもなら1回なのに運びづらい、はい、あ、白ネギも、白ネギも、じゃあ白ネギとキュウリ、はい、あえ物しましょうね。なんかわからんけど来た。砂糖とごま油来ました、うん、はい、ごま油、それだけじゃ味付けられません。そうですよね。あとお酢と醤油とかあればいいですね。今多分あと今急いでるところですね。お酢と醤油がもうすぐ到着すると思います。で入れて、はい、あ、これが酢です。お酢が来ました、はい、スプーン、あと
醤油がと醤油、そうですね、醤油は絶対あるでしょう。そうですよね。じゃあもう味入れますね。ありがとうございます。はい、砂糖は少し入れると旨味が出るから砂糖は少しだけ入れてあります。これ今作っていただいているのは、うん、きゅうりのきゅうりの浅漬け、漬物、うん、そう、醤油も来た、はい、はい、来た、はい、砂糖を入れた、でお酢と醤油もこれ1対3、はい、入れて混ぜれば大体味合うので 1醤油が3、わ、醤油ギリギリあった、はい、入れて、はい、アサリできました。アサリできました。じゃあ僕ちょっとこっち揉んでます。その間アサリ出してください。すいません、私がアサリの間にもう一品って言いながらアサリが先にできてしまいました。どうでしょう。あ、開いてますね。香りもいいですね。綺麗に、あ、こっちか、ほい、開いてますね。綺麗に開いてます。はい、じゃあこれを、はい、もうあとざっくりとこれ混ぜてあげて、はい、これだけで出来上がりです。いい香り。あ、もうこれだけでちょっとこう紹興酒の風味なんですね。紹興酒の香りですよね。すごい香り。はい、できゅうりの方を、はい、お酢1、醤油3で揉み込んで、はい、まあ、香り付けでごま油をちょっと入れます。香り付けのごま油、はい、仕上げにごま油、はい、入れて混ぜて、はい、もう袋があればこれでね、美味しいはずなんです。スプーン、すごい、もうあっという間に、あっという間ですね。もう一品できた。おつまみとかにも良さそうですね。すごい。あとお好みで辛いのが良かったらラー油かけてもこれ合いますし。はい、すごい美味しそう、はい。ありがとうございます。こちらでアサリの紹興酒風味蒸しと豚しゃぶ旨辛丼、そして急遽きゅうりの浅漬けも教えていただきました。完成です。さあ、今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はご覧のようになっています。アサリの酒蒸しをレンジで簡単に作りました。紹興酒やニンニク、八角を加えることで香りよく蒸し上がります。火も使わずに手軽にできるんです。その酒蒸しを作っている間に豚しゃぶ旨辛丼もあっという間に出来上がりました。丼のタレにはかば焼きのタレを使いまして、手軽に旨味のあるソースが作れます。そしてきゅうりの浅漬けですが、酢や醤油、砂糖、ごま油なども使いまして、こちらもあっという間に完成しました。今日のレシピをぜひ皆さん参考にしてみてください。ではアサリからいただきます。はい、あー美味しい。これも酒蒸しとは違った魅力ありますね。香りも違いますよね。うまみが濃いですね。さすが紹興酒ですよね。いいですね、そして豚しゃぶ、はい、旨辛丼、旨辛丼間違いなく美味しいんでしょうね。いただきます。はい、このタレはみんな好きな味です、ね、みんな好きな、ご飯が進む味。本当にその、タレのベースがかば焼きのタレっていうことで、はい、簡単にできるんですけどすごく深い味わいになりますよね。もともといろんな味や香り入ってますからね。あ、そしてきゅうりの、きゅうりの和え物が美味しいです。こちらもね、急遽作っていただきましたけど、本当にあっという間にそれぞれ3品、旨辛丼にもよく合います。アドリブで作ったとは思えないです。美味しい。すいません、大さん、ありがとうございました。さあ、明日はですね、アイデア料理の柿崎さんです。簡単ラフテーと野菜スープを教えていただきます。